ただきたいと思ってきたんですけども、教えてくれますか。はい、任せてください。よろしくお願いします。探査機出てくるじゃん。だけど、めちゃめちゃな速度で投げたら、はい、結構遠くなります。さて、少し場所を移動してきましたけども、はい、さあ、JAXA でもさまざま、いろんな地球の観測する衛星を運用していると思うんですが、どんなふうに地球を観測しているんですか。はい、まあ、地球観測衛星はですね、リモートセンシングという技術を使って、まあ、地球の状態を調べています、はい、リモートセンシング、名前はちょっと難しいんですけど、我々の目も同じことをやっていて、基本的に離れたものを離れたところから触らずに調べるという技術のことをリモートセンシングと言います。で、特にこの後ろにあります地球観測衛星なんですけど、宇宙から地球のことを見て地球のことを調べています。で、どうやって調べるかというと、宇宙から地球のことを見ると地球自体がまあ放射している電磁波も観測できますし、太陽から来る光を地球が反射したりとか散乱しながら宇宙に出ていく電磁波を観測するということもできるので、そういった電磁波の強さを見ることで地球の状態の情報を含んだ電磁波を観測することができます。なので波長を選んで観測してあげることで、まあ、自分が見たい知りたい地球の情報を含んだ電磁波を宇宙から観測することができます。で、例えばこちら後ろの衛星にありますけど、はい、この、まあ、大地という衛星ですね、はい、は、まあ、我々が自分の目で見るのと同じぐらいの光の可視光と呼ばれる、はい、光を使って観測をするので、基本的には地球の鮮やかな我々が見ると同じような状態を見ることができます。で、その可視光のセンサー、この辺にあるのというのは、まあ、パッシブセンサーと呼ばれて、はい、地球から出てくる電磁波をキャッチするセンサーになるんですけど、一方でこの左側にあるパネルっぽいところ、これはアクティブセンサーと呼ばれるセンサーになりまして、自分から電波を発して、その跳ね返り地球で跳ね返ってきた電波をキャッチすることができるということになります。この後ろにあるのがまさしくこの大地の実際の大きさ、そうですね、名前ありますね、はい、1分の1ですね。試験機モデルといいまして、はい、まあ、打ち上げ前に実機に近いもう機体を作ってテストを行うための模型になります、はい、相当大きいですね。かなり大きいです、ね、はい、しかもこちらに比べると形が結構違うと思うんですけども、はい、まあ、打ち上げる際このままの大きさで打ち上げるわけにはいきませんので、はい、こういうふうに太陽電池パネルであったりとか、さっきの大きなセンサーは畳んだ状態になっています。ロケットの先端に小さくして折りたたんで積んで、そしてロケットで打ち上げて、そうです、ね、いいところでこうシュッと、そうです、展開してこう引く。例えばこの大地というやつだと、この観測をした、まあ、地球から受け取った情報を今度はどうやって地球側に送ってくるんでしょうか。はい、これもですね、はい、衛星から電波を使って地上の、まあ、地上局という地上の受信局ですね、受信局に向けてデータを送信して受け取るということになります。で、ただこの地上局っていうのが、ここ筑波宇宙センターにもあるんですけども、まあ、JAXA が日本国内にいくつか持っていますし、海外にもいくつか基地局を持っているんですが、衛星がタイムリーにいつもその上を飛んでいないと地上局に向けて電波を打てないので、上にいるときに基本的にはデータを落としてくるということになってしまいます。で、そうするとそこにいない間に溜まったデータを下ろしてくるタイミングだったりとか、リアルタイム性みたいなのが失われる場合があるので、まあ、我々が、今開発して軌道上にいるんですけども、昔そのこだまというデータ中継衛星と呼ばれるものであったりとか、まあ、今だとルーカスという光衛星通信システムというのが軌道上にいるんですけども、そういった中継衛星を使って、まあ、地上局の真上に衛星がいない時でもデータをこう中継することによって地上局にデータを落としてくるということができるようになっています。ルーカス君みたいな子は内部その通局の方近くにいる、大体です、ルーカスの軌道は静止軌道で、はい、低軌道にいる衛星から一旦静止衛星上にこうデータを送ります。そうすると静止衛星は基本的に日本であれば、まあ、ずっと見ている衛星になります、はい、先ほどの話もありましたが、はい、なりますので静止軌道から日本に向けてこうぐっと常時送ってくるということになります。さて、人工衛星が取得したこうデータですね、はい、今地上にこう送るところまでしてるんですけど、はい、この送ってきたデータというのをどんなふうに活用してるんですか。
そうですね、基本的にはそのまま画像が実は送られてきているわけではなくて、はい、まあ、やっぱりその信号に変えて、まあ、電波に変えて、それをまあ数字に置き直して、まあ、画像に置き直すっていう処理が必要になっています。でその処理はいろいろと、はい、気化的な補正であったり、その放射輝度の補正であったりっていうのが必要になってくるんですけれども、まあ、そういった補正を行った後にようやく目で見て分かるような画像になってくるという形になります。そしてその画像を使ってまたこういろんな応用をしてるんですよね。そうですね、例えばですね、はい、色彩衛星、まあ、僕のグループの衛星なんですけれども、色彩衛星が、まあ、見える波長っていうのは非常に様々があって、まあ、目で見えるその可視光域もそうですし、まあ、目に見える紫外線であったり、まあ、赤外線であったりっていう波長も見ることができます。で先ほど そのエロスの話にもあったと思うんですけれども、まあ、地球の情報を得るためには、まあ、波長、様々な波長で見ることで、その情報、その物質特有の電磁波を、まあ、見ることができるという形なので、まあ、観測波長が大きいればほどいろんなものを見分けることができるということになります。はい、例えば、まあ、色彩でいうと、その植生指数みたいな話があるんですけれども、はい、例えば森林とか木とか世界中にあるその植生がどの程度分布しているのかとか、そういった画像があるんですけど、それを算出するためには葉っぱって基本的に、まあ、緑色に見えるじゃないですか。あれはその太陽の光を、まあ、緑色を主に多く反射しているからなんですね。逆に言うと赤色だったりその青色だったりって光を吸収していると思ってエネルギーに変換しているんですけれども、まあ、そういったそのよく反射する波長とよく吸収する波長、それぞれ衛星で観測することで、その波長同士の差分を取ってあげると、これがまあ植生だねっていうことが分かるので、そういった波長同士を組み合わせたりとか、はい、そういったことをすることによって、その植生の分布とかを分かるような画像を作っております。いわゆる人工衛星からまあ取得したこうデータをですね、いろいろこう分かりやすくというか、僕たちがこうある意味見れるような形にしたものを、どんなふうにその私たちの社会だったり生活に生かしているんでしょうか。はい、そうですね、まあ、食料安全保障とか言ったりもするんですけれども、まあ、海外の結構輸入に日本は頼っているので、まあ、今年度どのくらい収穫量が海外にあるのか、まあ、そういったものを予測する必要があったりもするんですけれども、まあ、そういった時に、農作物がどのくらい育つかっていう指標の一つに、その日射量だとか、まあ、先ほどの植生指数だとか、まあ、降水量だとか、まあ、あとは地表面の温度だとか、はい、そういった情報をまあ国の方に提供したりしています。他にもですね、軽石、はい、火山噴火で2021年に福徳岡ノ場で噴火して、はい、軽石が全国各地に漂流したっていう事象がありましたね。まあ、行った時にその軽石がどこにあって、まあ、明日はどこに移動するのかみたいな予測まで、まあ、衛星画像を使って研究をしていたという事例もあります。で陸面を観測する衛星だったり、まあ、海洋の状況を監視する衛星様々あるんですが、まあ、大気の状態を観測する衛星もたくさんありまして、そういったデータは特にこう気象予報、僕らが普段見る天気予報などに使われています。で予報をすると、まあ、遠い先の将来のことを知ろうとすると、まあ、外れたりとか精度が悪くなったりすることがあると思うんですが、実は衛星観測のデータを、まあ、そこにこう補正してあげることで、まあ、ある程度精度よく将来のことが分かるというふうなことができるようになってきています。で特に私のグループでやっている GPM という衛星は、まあ、大気の中でも雨を中心的に見るので、その雨を画像で2次元で見るだけではなくて、レーダーを積んでいるので3次元で構造を把握することができます。そうするとさらに詳細に天気予報の精度を上げるということが可能になります。さて本日はですね、JAXA 筑波宇宙センターにお邪魔しまして、田中さんとそして山本さんに人工衛星のことを伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ人工衛星の話の中ですね、大隅というですね、日本で初めて打ち上げた人工衛星が続きましたけども、こちらですね、実験モデルと、そして発射台がですね、どうか上の本館に展示されますので、ぜひお越しください。でですね、私一言も今日触れてないんですけど、こちらこの後ろですよ、なんとですね、 JAXA 筑波宇宙センターのですね、スペースドーム展示エリアで今日撮影させてもらったんですが、こちらにお越しいただきますとですね、まずこの後ろの大きな地球、相当大きいの大きさで分かると思いますけども、ちょうど種子島からロケットが打ち上がったりとかですね、衛星が飛んだりしてますが、これ実際の高さですね、実際の高さでこの大きさが分かりますので、こちら見ていただいたり画面後方を見ていただけると、いろんな衛星とかですね、真ん中は宇宙ステーションの起動実験棟のですね、1分の1サイズが見ることができますので、ぜひ筑波宇宙センターにもお越しください。お越しください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。